AI 機能を搭載した最新型音声翻訳システムの実証実験が福岡市内の商業施設で今日報道陣に公開されました。株式会社キューティーネットと台湾のスタートアップ企業の VM5 が AI を活用し、言語の壁を意識する必要がない未来を目指して実証実験を行うものです。公開された新型システムは、日本を訪れた外国人とスタッフとの会話をリアルタイムで翻訳し、即座に液晶に映し出します。液晶は1枚に2つの言語を表示できる新型を使用しているため、1枚のディスプレイだけで会話が可能になります。対応言語は日本語、英語、中国語、韓国語の4カ国語で、この液晶は九州では初公開、初運用となります。今回の実証実験は福岡市天神のソラリアプラザ1階インフォメーションで来月19日まで行われます。